前田拓也は、日本のミュージシャン。和太鼓奏者、マルチプレイヤー、作曲家。山梨県笛吹市生まれ。音楽ユニット、風香る字のメンバーで作曲、ボーカル、参戦、和太鼓、ドラム担当。和太鼓天野流師範。ロックバンドレミオロメンのベーシスト前田圭介は実定。妻は作曲家で、ピアニストの大竹京子。子供の頃から大のアウトドア好きで現在は、 キャンピングカーで旅することが趣味。山梨大使。笛吹市観光大使王将の頃より音楽に心を奪われ、現在では和太鼓をベースに多彩なジャンル、楽器をこなす。1995年から和太鼓奏者の天野千に指示、天野千荒ン,ンのメンバーとして本格的な音楽修行を開始。この間、天野千より多大なる教えを受け、 音楽家としての人生哲学を学ぶ。2002年にアマのセウン,ア,ンアラカンを脱退。以降自身のライブ活動のほかレミオロメン、ナチュラルハイ、ナオトインティライミ、川島直美などのレコーディングやサポートミュージシャンを経て、以前は自身の企画した音楽ユニット、風香る字のみに演奏の場所を限定していたが、2015年より和太鼓の死である。 天野線の成長を受け13年ぶりに流派に復帰。和太鼓界の大流派である全国和太鼓天野流の最高位、師範に就任した。また作曲家、音楽監督としても幅広く活動し、風香る字のほか観光施設の音楽プロデュースや地方自治体、学校教育機関等にも楽曲を提供。2013年より山梨県で、 毎年4月に開催される日本最大の武者行列、新元寇祭りの総合音楽の作曲、そして総合音楽制作を担当し、さらに作品の幅を広げている。また、前田拓也太鼓音楽登場を主催する。2018年より山梨大使に就任する。2019年岡谷大鼓祭り世界、数たつずみ打ち比べコンテストにて、作曲指導監督を務めるグループ。 山梨県立笛吹高等学校水歴大孤部が最優秀賞で文部科学大臣賞を受賞し日本一の栄冠に輝く2020年より山梨県笛吹市の観光大使を移植される同年 YouTube にて前田拓也 TV 俺に何ができるかなを解説山梨根治に山梨を奏でる音楽家前田拓也ほかほかほかありがとうございます